今回は高専から大学院、そして就職して1ヶ月経って思ったこと、感じたことということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、何ですかこれは。いや、もう数え切れないですね。数多く、もうご協力くださって本当にありがとうございます。いやいや、こちらこそ、呼んでいただきありがとうございます。もうなんか、板についてきた感じがありますけど。じゃあ、準レギュラーということで。いや、そうですね。ちょっとギャラはないですけど。じゃあもう、今日限りの歓迎。俺らの10年弱なんだったの冗談ですよ。はい。もちろん。ということで、4月から、高専卒、専攻科卒、院卒で就職なさったということで、まあ、改めておめでとうございます。ありがとうございます。はい。で、1ヶ月ぐらい経ったので、まあ、所感というか思ったこと、などなど聞いていこうと思います。はい。はい。ということで、まあ、僕の一つ下の後輩くんなんですけど、まず一つ目なんか思ったことってありますか？はい。まあ、一つ目はですね、もうこれは、金を稼ぐのは大変だなってことですね。ああ、うん。めっちゃありふれてるけど、まあ、そうだよね。うん。どういうふうに、なんでそう思ったの？いや、実際こう、仕事してるんですけど、うん。結構、今やってる、仕事自体は、割と単純作業ではないですよ。うん、うん。そう、だから、すごい難しいことをやってるわけではないんですけど、うん、ただそれを、もうひたすら、修行から修行まで永遠と繰り返すっていう、まあそれに対しての辛さみたいなんで、うん、まあやっぱ金稼ぐのって大変だなって率直に思ったっていうのと、まああとは、もうこの世に楽な仕事ってないんだなって、そう感じましたね。あ、そうだよな。なんか、僕も今すごい共感して、じゃあ自分で稼げるかって言われたら、なかなか難しいし、うん、退屈だなって思う、その朝から夕方までも、なんか効率化しまくった後の最適化した内容、うん、だし、それやったの誰かっていうと、雇っている会社の人たちって考えると、ああ、なんかどれも全部いいとこ取りってないんだなっていう。いや、そうなんですよ、うん。だから自分がやりたくないことっていうのは、必ず他の誰かがやってくれてるんですよ。ああ、なるほど。それでも世の中の仕事って多分成り立ってると思うんで、楽な仕事っていうのは、この世に存在しません。はい。皆さん、ちゃんと働いてください。そうだよな。その中で一番自分の得意とか、好きが、なるべくね、うん、あるというか、重なりそうな仕事を選んだりとか、うん、もしくはもう割り切るメンタル、マインドセットっていうのはすごい必要だよね。ですね。うん。僕自身もそれすごい思いますね。なんかお仕事してていただくお金を考えたときに、数字だけ見れば全然数字なんですけど、このお金はもしかしたら親御さんがすごい嫌な思いしてね、うん、きつい思いして得たお金なのかもしれないとか、うん、僕に払うのもなんか子供に愛があるからこそ払ってるお金なんだなって考えると、すごい緊張感というか仕事に持ちますね。ですね。うん、すごい大事だと思います。まあ皆さんもね、なんかバイトとかいっぱいしてるから。賢い人たちは分かってると思うんだけど。うんですね。まあ家でダラダラしてる人たちは、もうさっさと働いて、あ、親こんな大変なことしてるんだなっていうのをちゃんと実感してください。あ、そうだね。なんか嫌だったらもう1、2ヶ月で辞めていいからバイトやってみるのもありですね。あ、それは全然ありだと思います。むしろそうやるべきかなと。ああ、ありがとうございます。じゃあ2つ目行きましょうか。はい、です。なんか思ったことあるんですか？はい。2つ目はですね、まあ、現場の人たちって実際すごいなっていう。今僕こう、まだ一応研修期間中で、今こう現場作業をやってるんですけども、うん、やっぱりその現場の人たちって、頭の回転早いし、あと仕事だからやんないですよね。なんでかっていうと、現場って結構状況が常に変わるんですよ。うんうん、状況が常に変わるから、その変わった状況に対して瞬時にこう臨機応変に対応していかないといけないんで、それでもう自然と頭の回転力っていうのも上がってるし、うん、あとはもうだらだら仕事やってるとこう生産が間に合わなくて、お客さんにこう迷惑とかもかけてしまうから、だからもう仕事はもうテキパキ常にこなしていってるのっていう姿見て、うん、あ、やっぱ現場の人たちすごいなっていうのは。率直に思いましたね。ああ。ね、もう答えも決まってて、やること決まってる、普段の、なんか学生の学業で、なんか、へこたれてたらダメですね。あ、ですね。なんか、いい練習台ですね、じゃあ、普段の、そういう。定期試験こなすとか。ああ、ですね、うん。受験受けるとか。はい。うん。まあ、あとは先輩も多分、うん、まあ、一応教育現場で、こう、実際に大学生で働いてるから、うん、と思うんですけど、やっぱもう生徒も様々じゃないですか。うん。だからもう、一つのやり方だけじゃなくて、もう、いろんなやり方をしていかないと、どんどん対応できないから。まあまあ、それと同じような。うん、ことを、まあ、現場の人、今僕がこう実習してる現場の人たちっていうのはやってると思うんで、まあもうそれは本当にすごいなっていうふうに僕は率直に思いました。ああ、ありがとうございます。そうですね。ある程度基本のやることって決まってるんですけど、全然通用しない生徒もいるし、うん、YouTube 自体も同じこと言ってても再生数伸びないとか、うん、なんかあれ申し込み数ちょっと鈍くなってないってことがあるんで、本当その都度その都度、入りのもの調べたり、どういうことに困ってるのかっていうのをいろいろ調べて変えてますね。うん、そうですね。気持ちが分かりました。はい。ということで次行きましょう。他にも感じたことあるんですか？はい。3つ目はですね、まあ、学歴の重要性ってことです。ああ。まあ確かにこの現場の人たちってすごいなと思ったんですけども、ただその現場作業をやってて、うん、じゃあこの仕事をこの先ずっとこう定年までやり続けるのかって考え、一瞬考えたら、うん、ちょっと僕ゾッとしてしまったんですよ。ああ。まあこれをずっとやり続けるのは、ちょっとなんか体力的にも精神的にもきついぞってなって。うん。けど、ただその学歴が上がっていくと、うん、まあ、やっぱりその職種の範囲とかって増えるじゃないですか。うん、例えば印刷だったらこう研究開発とか、そういうことにもできるようになるから、学歴が上がるごとにどん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 こうできる仕事の幅っていうのも増えていくんで、まあ、だから
そうですね、実習をしていて、あ、学歴上げといて、なんかこう、選択肢を広げることって大事だなっていうふうに、僕は実習をやってて思いました、ね。いや、思ったことが2つあって、はい、まず1つ目が、あれですね、会社の企業の人たち、会社企業の人たち、組織作りをしてる人たちって本当にプロなんで、まあ高卒から大卒の人たちのことは基本的に総合職、ジェネラリスト的な感じで、まあ一般的にこのマニュアル化されたことをこなしてねみたいな感じで、完全に仕組み化してることが多いと思うんですよ。だからこそそういうふうに、あ、これ定年までずっとやるのかなっていう、そう感じてしまう仕事が多いのかなっていうのが一つ目、でもう一つ目がやっぱり学歴を上げることで選択肢を広げる、先ほどおっしゃってくれましたけど、いやそれすごい大事だなと思いました。あの、なんて言うんだろうな、よく言いますもんね、格言とかで、その勉強頑張る理由は選択肢増やすため、で別にそうそう、上って頑張らなくてよくて、別に途中でやりたいことがあればそれをやればいいってわけなので、なんか頑張るに越したことはないよなっていうのはすごく思いました。まあ、僕は決してその考察だったり、そういった人たちをバカにしてるわけじゃないです。むしろその人たちすごいと思ってるんです。ただあくまで僕はこう実習を通して自分の中ではこの仕事をずっと続けるっていうのはちょっとあまりにもきついなっていうか、なんかずっと続けられるイメージが持てなかったので、こういった学歴の重要性って大事だなっていうふうに思ったっていう経緯ですね。ああ、なるほどなるほど、ありがとうございます。そう、以前似たような話が一つあって、この会社の中でしか通用しないんじゃないかっていう仕事の内容だと感じて転職する高専生とか、僕の先輩後輩同期っていうのは結構多いっていうところ。うちの兄貴も。まあ、そうそうそう。一回動画出ていただいたんですけど、この動画ね、多分今出してるんですけど、そう。もしそう感じるのであればそういう道もありだなっていう。もう骨を埋める覚悟で、もう一つに絞って決めて、勤めるのもありだと思うし、あれって思ったらそういう道もありかなっていう。ですね。まあ、今の時代だとなんか結構、一つの会社でずっと働き続けるっていうのが正解じゃないっていうふうな風潮にはなってきてるんで、まあ、むしろ、そういったなんか多様性って言ってるんですか、多様性の時代になってってるんで、まあ皆さんもそれだけが正解じゃないよっていう風に捉えながら、こう会社選びとかしていったらいいんじゃないかなって思います。あ、ありがとうございます。まあ最後にあれですね、いろいろ動画とかブログ見てても、なんか最適解に近いのは、なんか副業でマイビジネス、オウンビジネス持ちながら、なんか自由が利く、結構リモートとかで働ける会社にするのが結構一番理にかなってる、美味しいらしいですね。あー、なんか夢でつきますね、それ。そう、だから僕らは結構両極端全振りしちゃってる感じだからなんかここに白黒グレーの人がね、その真ん中にいたらちょうどいいのかなっていうそれ間違いないそんな感じ。はい、じゃあ次の話お願いします。はい、4つ目はですね、部活動の経験ってマジでいきます。あー、そうだね、これだけでもね30分話せそうだけど、まあ、特にどんなことが生きるかなですね。まあまず一つ目、上下関係、上下関係の理解っていうのと、またその上下関係に対しての順応、自分が下っ端ってやっていう認識とか、でまああとはその部活動をやってて、こうきついって思う限界までもギリギリに追い込んだ経験があったら、なんかその肉体的疲労とか、あとは精神的疲労のなんかキャパみたいなのがあるんで、まあ仕事始めたとしてもまあ耐えれるかなみたいな感じになります。ああ、最初の後輩先輩の関係だ、一つ思ったのが、まあ、関わり方ですよね。ある程度先輩にだったら、まあ、先輩の顔を立てるとか、一言ちょっと、さすがですね、すごいですね、っていう一言を混ぜるっていう、一応コミュニケーションスキルとか、で後輩にも、なんか、威張りすぎないとか、なんか、威張らずにちょっとふざけたり余裕見せたり、でも、しっかりサポートするときはサポートするとかっていうコミュニケーションスキル身につけた方が慕われやすかったっていうのがあるんで、そういうのすごい勉強になりますよね。ですね。すごい気をつけてました。で、あともう一つが、さっき下っ端っていう話だったと思うんですけど、まあ、先輩に対して自分は下っ端だからしっかりそういう振る舞いをするってすごい、そういう話だと思うんですけど、僕、最初、なんかそういうもんだと思ってたんですよ。なんか、威張る、威張られる、下っ端、上。で、いろいろ勉強する中で、年功序列じゃないですか、この先輩関係の、先輩後輩の関係って。ですね。その目的って、組織をうまく回すための序列なんだなってすごい、今勉強して、理解してるんですよ。だから単に威張りたいから身分カースト制度を作るっていう闇雲にやってるんじゃなくて、そうすることで組織がうまく回るからそうしてるだけみたいな。っていう面もあるなと思って。ああ、でもその視点はちょっと思ってなかったですね。ああ。そう考えると、なんか僕自身人に負けたくないとか、威張られたらちょっとムスッとするっていう性格があったんですけど、その勉強をして、あ、この上下関係は組織をうまく回すための上下関係っていうふうに割り切ることで、すごいコミュニケーションが円滑にできるようになった。全然下っ端でも、プライドとかが変なプライドとかが出てこないで、素直になんか話が聞けるとか、言うこと聞けるとか。それすごいめっちゃ勉強になりますね。そうだよね。別に俺自身の価値はこの先輩より下とか上とかじゃなくて、平等。この上下関係は組織をうまく回すための関係って割り切ることで、かなり救われる人多いんじゃないかな。あ、なんか、一緒に考えちゃうとダメってことですか？そうそう、分けて考えたら、なんかスッと入りやすいよみたいな。
なんか釣りバカ日誌とかアメリカの企業とかのイメージが強いと思うんだけど、会社ではこういう関係だけど、会社から一歩外に出たらもう対等みたいな。うん、日本はそうじゃない風潮が強いらしいんですけど。はい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 。なんか極端に言うとそんなイメージ。ああ、なるほど。うん。なんか今めっちゃわかりやすいですね。ありがとうございます。これに関してはすごい外部でちょっと違う機会で勉強することがあったんで、うん、あ、これ結構大事だなっていう。ですね。でもなんかそれを勘違いしちゃうと多分なんか言われたとか出てくる。そう。っていう感じですよね。そう。なんかガチ勢はもう組織をうまく回すため、仕事をうまく回すために先輩してる、後輩してる、部下してる、はい、マネージャーしてるっていう感じ。だからそういう人たちと関わると全然嫌味っぽくなかったりするんですよね。上の立場でも。うん、そうっす。だそうです、皆さん。ご覧ください。今しめとしてね、自分も言っておきます。はい。じゃあ次行きましょうか。はい。はい、5つ目はですね、これもさっきと似たような感じなんですけど、筋トレはマジでやりがちます。そうですね。まあ、筋トレしてる？今ね、ジムの前にいるんですけど、毎回ね、動画撮って筋トレに行くっていうね、なんか、はい、そう、脳筋ルーティンみたいな、二人でね、やってますよね。ですね。まあ、遊びじゃないんでね、僕たちやってるの。はい、もう。もう生活なんで。男磨き。男磨き。そう、せっかく、ああならね、なんか、ね、しょうもないことしてったら、ね、しょうもないもんね。ですね。うん、まあ、あと、おごりあげるって最高の暇つぶしなんで。いや、行っちゃってる。ついてこれてないから。はい。まあそうですね、筋トレすごい役に立ちますね。はい、うん、僕も不況とか勧誘するときに、いきなりね、筋トレいいよってやったら、多分誰もドン引きしちゃうので、うん、最近結構変えてますね、やり方。ああ、ちなみにどんなアプローチにしてますか？なんかちっちゃいことからやってめっちゃ褒めるみたいな。ああ、なるほど、なるほど。そうそう。ジムについていろいろ調べてんの？めっちゃ意識高くない？すっげえみたいな。だんだん沼にはまらせていく。はいはい、はい。いきなり、いや、絶対筋トレした方がいいよって最近言わなくなりましたね。ああ、なるほど。もう狡猾になってきました、やり口が。さすが経営者。そう。なんか、押したらね、惹かれるんでね、うん。いや、そうですね。いろいろ役に立ちますね。例えば、特に高専生やったら最強になると思うんですけど、うん、やっぱり、ね、やりたくないことに立ち向かうとか、うん、なんか、肉体にね、なんかすぐ変化現れるから、うん、もう、達成の経験も積むので、やっぱり勉強とかにもね、絶対いい影響あると思うんですけどね。ですね。そのなんか、さっき言ってた、うん、苦手なことにも立ち向かう、うん。だから筋トレで言えば、例えば足トレ。うん、足トレやっぱ、きついから嫌じゃないですか。あ、はいはいはい。嫌すけど、やんないと、クソダサくなるじゃないですか。ああ、そうだね。だから、やんないといけない。チキンレッグみたいなですね。そう、だから、苦手、嫌、うん、だけども、やるっていう、なんかその、なんていうんですかね。立ち向かう経験っていうのができるんで。そうですね。だから、それが、こう、例えば仕事、やりたくない仕事があったとしても、うん、まあ、やんないといけないなっていうふうなメンタルが育つかなというふうには僕感じますね。ああ、先に、トゥードリストの先に持ってきて、サクッとやろうっていう習慣がついたりしますもんね。ああ、ですね。ああ。それはありですね。うん。絶対勉強とか実験レポート書くとか、課題こなすってことに、確かにいい習慣になってたかもしれませんね。うん。学生の頃から筋トレちょいちょいしてますけど。はい。うん。それはあります。あと時間も体力も削られるから、はい、他のタスクをなるべく短い時間でサクッとやろうっていうふうに勝手になるので、うん。そう。一見ね、筋トレってデメリットに見えますよね。疲れるじゃないですか、とか、はい、時間なくなりますよって反論されるんですけど、はい、いや、見通しが甘いよ、厳しいって。あ、ジョージ。厳しいって弱いって、うちなるジョージが出てきますね。ですね。もしくは過去の自分に言いたいですね。うん。はい、ということで、まあ、一応就職して1ヶ月。はい。はい。思ったことをありがとうございました。いやいや、こちらこそ。こういうのね、学生の時に知っておくだけで、ね、多少ないとも心の底から理解できなくても、頭の片隅にあるだけでいろいろ変わったりすると思うんで、うん。有意義な話ありがとうございました。はい。ということで、今回の動画を締めていこうと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。もし、今年度、高専受験予定の方、ご家庭、ご本人が動画をご覧の場合は、高専受験生向けの教材、動画、これからたくさんアップロード予定です。ぜひ、引き続きこちらのチャンネルの動画をお楽しみください。毎年、このチャンネルや動画をしっかり見て、高専受験を有利に進めている方がたくさんいらっしゃいますので、ぜひとも引き続き一緒に頑張っていきましょう。在校生向けの教材も絶賛販売中です。かなり人気商品ですね。もう定期試験や大学受験を有利に進める人は使っています。大日本図書の教科書ガイド、解説書なんですよね。略解しかなくて勉強しにくい、途中式をふんだんにめちゃくちゃ詳しく書いている PDF 教材になっています。ぜひともお買い求めください。短期受講生募集中です。4月、5月、6月ぐらい、定期試験対策だけ少し受けてみたいですという方、募集中です。概要欄、コメント欄から体験授業のお申し込みをお待ちしております。大学編入への過去問、配布中です。こちらのアンケートをお答えいただいたら、大学編入、こちらでストックしている過去問、プレゼントいたします。ぜひともアンケートをお答えください。新1年生向けの予習講座のご案内です。前期中間試験が5月の末、6月頃にあると思います。そちらの対策の
めちゃくちゃお得な講座になっていると思います。もしね、高専新1年生授業を受けてみて、ちょっとね、学校の授業ちょっときついかなって思ったら、こちらのね、講座受講してみてください。もうかなり強力なサポートになっています。100万円分ぐらいの授業がね、1万円分で販売してますから、こちらぜひともご利用ください。2年生向けの数学講座も開講中です。春季講座ですね。大日本図書の線形代数微分積分1を想像していただけると分かりやすいと思います。こちらの教科書、丸々一つ分、丸々一冊分、それぞれ解説、授業をしています。予備校レベルの分かりやすい授業になっております。実際にこれを使われた方がね、大学編入を有利に進められたりとか、定期試験で80点、90点取れるようになりましたというお声たくさんいただいています。ぜひともこちら、ご利用ください。高専生向けの授業資料も配布しています。こちらもアンケートをお答えいただいたらですね、アクセス URL をお送りしていますので、ぜひともご利用ください。